AL-31 はソビエト連邦の流リ化が開発した軍用ターボファンエンジンである。全方位型の水力変更ノズル AL-31FP の水力変更ノズル AL-31 はスホイス -27 フランカーに搭載するために開発されたエンジンである。水力はアフターバーナー使用時には AL-31F は 123KN。 AL-31FM は 137KN、AL-37FU は 142KN の推力を出す。現在はフランカーシリーズだけでなく、中華人民共和国の J-10 にも搭載されている。AL-31F はモジュラー設計となっており14個のモジュールで構成され、整備性に優れる。AL-31FP と、 AL-37FU 等の派生型は、水力変更型である。インド空軍へのス3 0マッキーやス3 7ス4 7試作機に搭載されている。AL-31FP と AL、AL-37FU は、水力変更ノズルを、最大プラスマイナス15度毎秒30度で傾ける、ことで、ピッチコントロールが可能で、それにより、 飛行領域を広げることが可能である。また、クリーモフが開発した全方向に最大プラスマイナス15度毎秒を60度で変更できるクリブット技術に基づいたノズルを搭載することも可能である。このノズルは RD-133 向けに開発されたもので、クリーモフからの設計文章に基づいているものの、かなりの作り直しを行っているという。 AL-31FR-32、AL-31FPAL-31FNAL-31FM1、AL-41F1SAL-31FP AL 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 をベースに1.44向けに開発されていた AL-41 の技術で大幅に改良したモデル。AL-41F の名を冠しているが、 L-31F の系列である。一般的特性構成要素性能出典。ありがとうございます。